じゃあボランティアで。もういいって。逃げんな。は？逃げてねえよ別に。人が作った弁当残してんじゃん。だから残してないって頑張って食ったんやって。頑張ったって何？頑張らないと私の弁当食えないの。いやだってそのわざわざ作る。朝早く起きてさ、お前の喜ぶ顔が見たくてさ作ったのに、それはさ、さすがに私がかわいそうだと。いやいや、かわいそうなんだ俺でしょ。え、なんで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 キャラ弁にどんだけ時間かかってるか分かってんの？え、なんでこの立ちになってキャラ弁なんて食わなきゃいけないの？ガキじゃあるまいし。阿部寛がキャラ弁だよ。いやだから。お前が阿部寛になりたいからさ、忠実に再現して作ってあげたんじゃん。それさ、だったら時間返してよ。じゃあ何か東大でも行けばいいんか？何が面白いの？面白くない。かわいいかわいいとか言ってキャラ弁とか作るけど、そんな時間があるなら自分のために時間使えよ。どういうこと？どうネイルとか松葉とか、ほら全然できてないでしょ。だって時間ないもん。だったら阿部寛じゃなくて自分のために使え、俺のために時間使え。じゃあ阿部寛のネイルとかどこでできんの？東大へ行け。